日露関係とオランダその2ロシアの第一回県日施設は1792年施設アダム・ラックスマンが大黒や高台裏漂流民を伴い根室に来航時の老樹主座は松平定信幕府は原則通り通称を拒否しますが長崎で要求すべきとして長崎への心配入港許可証を与えます。 ラクスマンは長崎へ向かうことなく日本との国交樹立に明るい見通しが得られたと考え帰国しました第2回の通商施設の派遣は1804年レザノフが心配を携えて長崎に来航このレザノフ来航はその2ヶ月ほど前にオランダ商官庁から長崎武行に知らされていましたしかし この予告情報は江戸に伝達されず、長崎武行の手元にとどめ置かれました。まだこの時点では、ロシアに対する脅威危機感は薄かったようです。レザノフ来航後にこの事実が知れた時にも、長崎武行が処罰された形跡は全くありません。ところで、レザノフは出航前、商務大臣から次のような驚くべき訓令を受けています。 上陸を許されたら住居を与えられることだろうがそれがあまりにひどいものであっても決して不満を漏らしてはならない。奉行の言ってくることには忠実に従え待遇が丁寧でない時にも決して不満を表さないように逆に最大の感謝を込めてありがたく受け入れよう日本人には礼儀正しく穏やかに逮捕をせねばならない。 ヨーロッパの文化や習慣と相反する時でも彼らの助言に従うべきだ日本人のあらゆる習慣に適応することが不可欠である最も重要な任務は日本と通商を結ぶことだ通商実現が切実な願いだったことがわかると同時に通商実現を力ずくではなく日本側の意向に沿って図ろうとしていたことがよくわかりますしかし レザノフには商務大臣の訓令に従う気はなかったようです。レザノフは北太平洋地域の開発経営の独占権を与えられたロベ会社総支配人であり、ロベ会社の利益のために国家の施設派遣計画を利用しようとしていました。また、日本側の事情もラクスマン来航時とは大きく変わっていました。松平貞信は1793年に失脚し。 幕府のロシア交渉担当者は通称断固拒否を唱える老樹土井利敦に変更。彼はレザノフに乱暴な対応をすればロシアは怒ってもう二度と来ないのではもしこれが原因でロシアから武力行使されても日本の武士は遅れを取らないと口にするような人物でした。レザノフは 長崎に正式に上陸を許可されるまで2ヶ月待たされ、11月に梅ヶ崎へ上陸し、新設の家に入りました。その家は、レザーノフのために食堂と4つの部屋、士官たちにも4つの部屋、美しい庭もありました。ただし、家の周りには高い竹洗いが張り巡らされ、出入口には万兵が控えていて、遊兵されているようでした。 1805年3月6日から9日レザノフは長崎武行や幕府側の役人と3回会談を行います。しかし半年も待たされた挙句ロシアの通商要求は拒絶されさらに心配まで返却させられる始末漂流民は引き取りましたが今後はオランダ戦によるべしとして漂流民送還を名目にした来航を禁じました。このように、 交渉が決裂したままレザノフは3月19日に長崎を出港しカムチャッカに戻ります翌1806年8月8日レザノフは部下のフォストフ中尉にカ樺太千島にある日本の拠点を攻撃するよう密命を下しましたしかしレザノフは皇帝の許可を得ずに行動を起こすことに春々しゅし9月24日フォストフに 計画延期とも実行ともつかない追加指令を出しますレザノフのシーンは遠征中止だったようですがフォストフには意味が明確ではなかったため真意を確かめようとしますしかしレザノフはペテルブルクに出発してしまって確認ができなかったため当初の命令に従って日本を攻撃することに決めます10月 フオストフはカラフトを略奪放火し、カラフト領有を宣言し、4人の日本人を拉致しカムチャッカに連行しました。さらに翌1807年5月、フオストフとダビドフはエトロフトを襲撃し略奪放火。圧倒的な火力の差で70人ほどのロシア兵で230人もの南部ツガルの守備隊を敗走させます。 さらに、5月末から6月にかけて、カラフ島、リシリ島を襲撃しました。これが、いわゆる文化露光事件です。幕府は、自力でロシア兵を追い返すことはできませんでしたが、1808年に入り、事態は急変します。政府の許可なく行っていたフォストフラの日本への攻撃が、皇帝アレクサンドル1世の耳に入ったのです。 皇帝は勝手な軍事行動へ強い不快感を示し、すぐに全軍撤退を命じただけではなく、関係した軍人を処分。フォストフとダビドフも、政府の許可なく日本遠征を行った角で逮捕・投獄されます。なお、レザノフは日本での辛労などにより前年に亡くなっており、処罰はされませんでした。こうして江戸幕府は、 自力で追い返すことはできなかったもののロシア側の事情によって窮地を脱することとなり文化露光事件は唐突に終わりを迎えるのです文化露光事件から3年経った1811年艦長五老に率いるディアナ号がチシマレットを測量するために来航しエトロフ島シャナに上陸します そこで出会った松前奉行所の役人石坂武兵衛にご浪人が水や食料の補給を希望すると石坂は古別の会所に向かうように伝え紹介状も渡しましたしかしご浪人は石坂の勧めに従わずしり島へと向かい泊まり湾に上陸しますが捕獲されてしまいますこの絵は 五郎人,いい人に代わってディアナ号の指揮を執ることになったのが副官長のリコルドリコルドは陣屋と砲撃戦を行いますが指したる損害は与えられず戦いが激しくなると五浪人の身が危うくなると判断しひとまずロシアの基地があるオホーツクへと引き下がります。帰還したリコルドは 援軍の派遣を要請しますが、ロシア政府は却下します。それはナポレオン軍のロシア遠征が迫る状況下で対日戦争に陥るリスクを避ける理由からでした。このためリコルドは自力でゴロニを救出すべく活動を開始します。リコルドはゴロニと身柄を交換するため。 文化露光の際に捕虜になっていた中川五郎次や寒木丸漂流民を伴いディアナ号で再び日本へ向かい1812年8月4日国後島泊湾に闘病します。五郎人の生存の有無を確かめるために派遣した五郎次からリコルドは五郎人が処刑されたことを伝えられます。しかしかこれは 松前奉行、支配調べ役並みの太田彦助の虚言でした彼はリコルドがご老人の安否を調べるために松前に行くことを恐れたため、そのような嘘をついたのですこの時、ロシア側の責任者が聡明なリコルドだったことが日本とロシアに幸いしましたリコルドはこの秘宝を信じずに 御老人処刑を書面で確認するため、再び御老児を太田のもとに送ったのです。御老児は戻ってきませんでしたが、そのことからリコルドは御老人の生存に望みをつなげたのです。では次に、リコルドが御老人の生存確認のために何を行ったのでしょうか。日本船を打砲し、乗員から確かな情報を得ることでした。 そして8月14日に泊まり場に入ってきたカンゼマ丸を拿捕し乗っていた高田や貨幣を捕獲します。貨幣はリコルドから事情を聞くとご老人がままだ生存していることを伝えます。さらに貨幣はこの問題を解決するためロシアの基地があるカムチャッカに同行する意思があることを伝えその結果貨幣を含む6名は ペトロパブロフスクへ連行されることになります。こうして外交問題に自主的に関与することを決めたカーヘの登場によって事態が進展することになります。ペトロパブロフスクでカーヘはリコルドの宿舎に同居し、信頼関係を深めます。さらにカーヘはカムチャッカ在住の少年ウォリカと親しくなってロシア語を学び、 交流を重ねつつ事件を解決するための下地を作っていきますそしてカヘイはご老人の捕縛はフォストフの蛮行が原因なので日本に謝罪の文書を提出すればご老人は解放されるだろうという見通しをリコルドに伝えますリコルドもカヘイを信頼し助言を受け入れ彼を仲介人として日本側と交渉する決断をします カヘが予測した通り、幕府はロシアとの紛争の拡大を望んでおらず、フォストフの攻撃はロシア政府の意向ではなかったことが証明されれば、ご浪人を釈放しようという方針を取ることにしていました。先の文化露光では敗北を重ねていましたので、戦いに発展させるほど事態をこじらせるのは避けたいという思いもあったことでしょう。ちょうどそのタイミングで1813年5月26日に、 カヘとリコルドがディアナ号でクナシリ島泊り港へと来港しますリコルドがフォストフ事件に関する謝罪文を作成カヘはそれを持参して陣屋へ向かいますそしてこれまでの経緯を詳しく説明しリコルドが作成した謝罪文を提出しますしかしリコルドは元はご老人の部下で事件の当事者であるため 函館奉行所の返事が届くまでの停泊を要求されます7月13日函館奉行所の高橋三平康二元平五郎が出張してきますそして責任ある役人の謝罪文弁明書を要求しますリコルドは承服しおほうつくへ向けて出版そしておほうつく公務長官ミニツキーの釈明文とイルクーツク知事 トレスキンの書簡を受領しますそれを携えて9月17日リコルドの乗ったディアナ号は函館に入港します貨幣は交渉が成立するようにと尽力を続け日本とロシアの間を斡旋し会見の準備を整えますそして9月19日リコルドは高橋三平康二元平五郎両吟味役と会見 ロシア側の釈明が受け入れられ五老人以下八名の捕虜が釈放されますこうして二年三ヶ月に及んだ五老人事件は解決しましたこの時リコルドに渡された松前銀美役より覚えにはこの後公益を公の念を立つべきなりと結ばれておりレザノフの来日以来 幕府官僚と民間に根強く存在していた大露開国論はここに消滅しました9月29日ディアナ号は函館を出版その場面を柴良太郎は菜の花の沖でこう描いていますやがてディアナ号は湾口に出た時風の中で鳴るようにして帆を開いたその時 リコルド以下すべての乗組員が甲板上に整列し引き綱を解いて離れゆく貨幣に向かい「ウラ大将」と三度叫んだ貨幣は不覚にも顔中がくしゃくしゃになった一貫針の遠眼鏡を高く上げ足元をよろめかせながら「ウラジアナ」と何度もわめいたやがてディアナ号は水平線の彼方に没した。これは、 函館にある高田屋貨幣の像です。函館開港100年を記念し、1958年に建てられました。1813年6月の函館での日露会談で、ご老人らの解放は実現しましたが、解決しなければならない課題がもう一つありました。日本とロシアの国境確定です。リコルドはイルクーツク知事トレスキンから、 友好関係確立とともに国境確定を命令されており来年エトロフ島に来航するのでその時に返答するようにに日本側に求めました。1814年1815年1816年と日本側がエトロフ島に持参した国境確定案は国境を日本はエトロフ島ロシアはシムシル島までとし その間のの間島島々を無人島にするというものでしたロシアも3年にわたりエトロフ島に船を派遣しましたが行き違いになり結局うやむやむになってしまいましたいずれにせよ1813年の日露会談によって北方紛争は収まり開国までの40年間日露関係は沈静化することになりました。 五浪人事件の解決から40年後の1853年、第3回、県日施設プチャーチンが来日しますが、この40年の間に、オランダが日本の外交上極めて重要な動きをしています。そして、そこには、この人物が大きく関わっています。シーボルトです。1828年、シーボルトは帰国に際して、 幕府近征の日本地図を持ち出したことが発覚し国外追放処分となります帰国後シーボルトは日本をヨーロッパに紹介する数々の著作を残しました特に「日本日本動物史日本植物史」の3冊はシーボルトの日本三部作として有名ですしかしシーボルトの活動は日本のヨーロッパへの紹介だけにとどまりませんでした 日本の西欧諸国との外交樹立への助言も行ったのですシーボルトがオランダに戻ってから10年後の1840年アヘン戦争が勃発真の敗北の情報契機に江戸幕府は1842年異国船打ち払い令を撤回し浸水給与令を発しますオランダ政府は諸外国がこの命令を日本開国の兆しと判断し 日本に接近した場合、日本に開国の意志がなければ、武力衝突の可能性もあると判断。日本が置かれている状況を知らせ、危険を回避するよう警告することを国王に進言します。国王、ウィレム二世の審書が準備されることになりましたが、その作成にシーボルトは意見を求められました。書簡の内容、審物の選択。 施設の仕立て方、長崎の将官庁への訓令などについて、さらに書簡の文章も寄贈しました。高下元年1844年7月、オランダのフリーゲート艦パレンバン号が長崎に来航。艦長コープス大佐は、オランダ国王ウィレム二世の新書を法廷しました。新書にはこう書かれていました。 イギリス人は、最核に優れたものが多いが、生計の死に乏しいため、他国に公益を求めるほか道なく、ために異国の民と争いに及ぶことが多い。今回のアヘン戦争が良い例である。最悪は日本へ及ぶかもしれない。日本のためにその最悪を防ぐことが、我々の務めである。それには、日本が開国するしかない。このオランダ国王信書に対する回答は、 1>, 1年近く引き延ばされ、翌年、1845年6月1日に出ました。そこでは、鎖国は疎法だから絶対に破れないとしています。しかし高まる開国要求の中で、どの国が最初に条約締結を求めてくるか、それを拒み続けることは可能か、もし条約締結に至るならどの国が良いか、 そういった課題と向き合わざるを得なくなりますシーボルトにはこのままでは日本が西洋列強の植民地にされてしまうという危機感がありましたなんとか早期に日本を開国させることによって西洋列強が作りつつあった国際秩序にソフトランディングさせたいと考えそれには日本のことを一番よく知る自分の知識が必要だとの自負もありました ロシアの第3回県日施設は、1858年パルラダ号でプチャーチンが長崎に来航しました。当初プチャーチンはベリー同様江戸を目指していましたが、本国政府からの追加訓令に従い長崎に向かいます。これはある人物の助言によります。この人物、シーボルトです。 シーボルトは「日本は鎖国をしているが長崎だけは外国船オランダ船の入港を認めているので長崎に向かうべきであるその際には長崎武行を通じて交渉すべきである」と助言さらには日本との通商関係樹立を重視していたロシア政府に将来両国間に摩擦が生じることを回避するため 領土問題を討議すべきだと助言したのもシーボルトでしたそしてロシア政府はこの助言を受け入れたのです日本とロシアは様々な困難を乗り越えてついに1855年日露は新条約締結に至りますそれはウラジミル・アトラーソフがカムチャッカでデンベイを発見してから158年後のことでした そこにはオランダやドイツ人でありながらオランダから40年間放給を受け続けたシーボルトの多大な貢献があったのです。